はい、今ねどこにいるかっていうとポーランドのこのクラフにいます。で、漫画館っていうところがあって、これは日本美術技術センターということで、日本を好きな、ポーランド人の方がね、浮世絵であるとか日本の絵画彫刻を集めていたんですけど、それ亡くなった後にですね、それを寄付する形になりまして、まあこの、美術技術センターがね、作られました。で、今来てる、久々に来てるんですけど6年ぶりです。で、まあ、こんな感じで今見てる入り口のあたりにいっぱいこういう書状があります。これは感謝状ということで、日本技術センターの館長のボグナ・ジファチェルク・マイ殿ということで、平成18年7月2日に在ポーランド日本国特命全権大使の小野さんよりね、このように表彰されています。で、他にも平成16年11月27日外務大臣、時の外務大臣、町村さんね、の写真ね、日本美術技術センター殿ということで、これも表彰状となっています。あとはこの山口さんって日本人の方が、我が国のポーランドとの相互利害及び友好親善のために寄与して、その功績顕著なものがありますということで、これも表彰されています。中ポーランドの日本国、特命全権大使の山中さんですからね。で、これは平成7年、時の総理が噂の村山だので噂のね、村山富一なんですけど、まあ、こんな感じです。で、日本国天皇はポーランド国人アンジェイ・ビンタを勲三等に叙し、旭日中将を贈与するということで、平成7年9月29日皇居においてということで、まあ、勲章があって勲旗ですね、贈られています。外国人に対してこういう勲章勲旗がね、贈られる、まあ、よく受賞されますけどね、この方勲三等です。で、こういう形でありまして、写真があってね、京都クラフトの基金会員ね、うん、で、これがクラフトの日本美術センター殿ということで、平成9年に国際交流基金の理事長の浅尾さんから贈られたもので、あとはこれ日本美術協会ということで、創生のね、新郎、正久新郎ね、あとは会長の瀬島さんから贈られたものです。まあ、こんな感じです。すごいね、なんか日本人で嬉しいです。